はい、どうも高橋です。ついにですね、購入しました。最高級リールメタニウム DC HG。 いや、やばいですよ今回。もうよだれが今ね、だいぶ出てきます。口の中ね、よだれが出てる。開封初めて開けるから、まだ未開封な状態だからね。今一緒に開封していくから。これ、うわやばいよ。取扱説明書、これ後でじっくり読みましょう。はい、これなんですよ。メタニウムがね、メタニウム DC が、これ見てください、この部品の多さ。結局普通のリールじゃないですね。うん、まあ超高級品っていう感じですよね。はい、品番は何かな、品番は見えるかな、アイテム名、15メタニウム DC HG 右、こんな感じですね。ギア比とかね、いろいろ書いてますけど、741のね、最大ドラッグが49のね、自重が 190g だと。すごく軽いですよね、これね。で、まあ、糸巻き量ナイロンがこんな感じになってますね。まあ、じっくり見てください。はい、ちょっとね、もう自分もこういうリールに手を出す、もう出さないと思ってたんだけど、買わない、こういうものは買わないっていうふうに決めてたんだけど、うん。自分の中の決まりっていうかさ、別にこだわらなくていいんじゃないっていう。うん。こんなん買うなよって声もかなりいただいてましたよ。高橋さん、こういうのには手出してほしくないなって。いっぱい言ってました。そんな高級品にね、超高級品に手出してほしくないななんて。よく言われましたけども、まあいいかな。何でもありかなっていうかね。うん、ちょっと拡大しましょうか。はい、皆さんじっくり見てください。これがね、メタニウム DC です。もうちょっと違うね、俺のメタは。うん。今後この子のことはメタって呼んできますけど、メタニウム DC。自分のメタはちょっと違う。見て、この滑らかな。軽。190g。おお！一発目だよ、また今。初めてこうカチャって言わした。で、このいいところは、投げた時にピョーンって言うんですよね。うん。だから、自分が投げた時に本当に何だろう、ゲームフィッシングを極めてるような最高級リールで、もう値段も高いですね。約4万円しますこれね。はい、メタニウム DC。 投げた時にでもさ、ピュッて投げた時にさ、ピーンって言うんだよね。あれはでも4万じゃ安いなって思っちゃうね、あの音出せるなら。ちょっと説明書とか読んでね、こんな感じです。裏側こんな感じですね。はいはい。で、あ、サーモ買ったんでね、サーモ買いましたんでね、新しいやつを。もう豪快に行ってますよ、年末なんで。年末はね、ガツン行かないとダメですから、皆さん。これね。で、糸も買ったんだけど、もうちょっと引いてみた方がいい。画角がね。あんまり接近してると見づらいなって、目が疲れる映像なんでね。引いて、2つ買いました。はい。14ポンドと16ポンド。はい。3.55 と4.45なんだけど、ちょっと、俺はね、太い糸が好きだから、ちょっと細すぎるかなって感じね、これでも。うん。もうちょっと太い糸でもいいかなと思ってる、個人的にはね。で、こっち4号巻いてこう、太い方が好きだから、個人的にはね。はい。よく言われるんですけどね、あ、高橋さん、あなたね、でっかいバス釣れない、化け物あんまり釣れてないですよね、っていうか、釣ったことないですよね、って釣れないね、下手くそだね、って、糸見切られてるんですよって、よくコメントでいただくんですよ。ね、糸が見切られてるって。で、僕はね、もうずっと見て、自分の感覚、鋭敏に研ぎ澄まして見てて、ね、琵琶湖のバスも見て、野池のバスも見て、ぐーっと見て。バスっていうのは、細い糸でも太い糸でも、完璧に見えてますから。はい。完全に見えてる。うん。俺はね、ちょうど9ヶ月ぐらい前かな。8ヶ月、今年の春か。4月のプリスボン時期に、みんなに言われたのよ。糸が太いからダメなんだ、ダメなんだってみんなに怒られてね。そうかななんて思って、1.5 号だったかな。の糸を巻いてスピニングに、2号だったかな、 1.5 号だと思うね、 1.5 号の糸を巻いてやったんですよ。で、そしたらさ、確かに皆さんが言う通り、飛距離はめちゃめちゃ出るし、糸は細いし、バスに見切られにくいんじゃないかなと思ったんだけど、それでやってる時にね、その水面と糸の境に何度も小バスとかブルーギルがバイトしてきた。
皆さんも釣りやってる人分かりますよね。ちょっと偉そうに今日言いますよ。すいませんね。ちょっと来てちょっとテンション上がってるんで、ちょっと偉そうにうんちく言いますけど、水面と糸の境に、水面と糸の境に、必ずパシャって、その腹減った夕飯時期とか、腹減って、ああ、腹減って今から飯食うかってスイッチ入った時は、投げてると、ルアーよりも、糸と水面の境のとこにバイトしていくんですよね。はい。だから、その細い糸でもそれが明確になりました。はい。結局、細い糸でもバスって全部見えてんだと思う。うん。見えてる中で、だから、ガーンって食ってくるってね。うん。僕はこの間あれですよ。あの GTR の、45P ライン。うん。めちゃめちゃ太い。もうタコ糸みたいなね。あれでバーって琵琶湖でやって、もうめちゃめちゃ太くからすごく見られると思うけど、それでリーダー使わずに直結でやっても、バーンバイト来ましたね。うん。で、釣れましたね、それでも。だから結局は、そのアクション。うん。っていうことで、俺結局ね、太い糸でやるのがいいんじゃないかなと思う。うん、だからナイロンとかでもね、ほんと4号から最低うちは 3.5 号失敗したと思ってる買って、まあ 3.5 号でもいいかなと思ったけどね、4号買ったんだけどね、あ、まあいいや、ちょっとこれじゃあ巻いていきますね。まだ俺説明書読んでないから使い方よく分かんないから、ちょっと軽く説明書読んだ後に糸巻いていこう。あ、じゃあ竿も買ったから、分かった、竿も持ってこい。竿も、竿はねこれ買いました、エクスプライ 171H の2っていうやつね。はい。全長が 2.16 メートル。で、総数が2本ですね。で、こんな感じ。自重が 132 グラムっていう、めちゃくちゃ軽いよね。素晴らしい竿だと思ってる、これ。うん。なんでこれに決めたかっていうと、自分は結構なんだろうな、パワーのある竿が良くて、で、ネットでググっていろいろ見てたんですよ。どれにしようかなと、もう竿買ってやろうと思って。だから中古の竿も持ってますよ、いっぱい。いっぱい持ってるけど、やっぱ、コレクターはさ、いろんな竿使ってみて選んでいきたいじゃん。うん、だから、なんだろう。まあ、ちょっと、もったいないなと思ったんだけど、まあ、新品でね、これ、2万弱、1万8000円だったかな、ぐらいしました。いい竿ですよ、これ、エクスプライド。でね、こういうの竿をね、ネットで、いろいろ見てて、なんでこれをパッとポチったかっていうと、強いらしいんですよね、この竿が。うん。すごくパワーがあって強いって聞いたんで、まだちょっと使ってないんでね、また使ったら、この竿のレビューとかもね、嬉しそうにやっていこうと思います。自分結構うんちく好きなんですよ。はい。ただもちろんね、間違ったこと言ってるかもしれない。にわかなんでね。まあ、ど素人釣り師なんで、間違ったことを言ってしまってね、ご迷惑かけるときもあるかもしれない。間違った情報をね、日本中に拡散してしまうっていうこともあるかもしれない。なのでね、あまり間違ったこと言いたくないんだけど、でも、自分が感じたままに表現していく。うん。そういうのもいいんじゃないかなと思う。これ。やばい。俺ね、1万以上の竿初めて買ったんじゃない？うん。いつも中古でやってたから。で、なんでこれ、ごめん、話戻るけど、なんでこの竿にしたかっていうと、ハイパワーなんですよ。ハイパワー X。強いの。めちゃくちゃ。これもう触った瞬間わかる。硬い。めちゃくちゃ硬い。でね、竿先もこうなって。見えるかな？硬いの、これ。ほら。めちゃ硬い。硬上司。で、ブログに何で書いたか、そういうね、ネットの情報に何で書いたかって、書いてあったかっていうと、オーバースペックなくらい強いんじゃねえか、みたいな。この竿は。で、俺はそういう竿を求めてるんですよ。うん、ガチッとした。だから、もちろん、細い竿とかで、何？ググってシナリオを楽しむとか、ね、確かに細い竿でやり取りして釣るっていう、そういう繊細な釣りももちろん素晴らしいと思うんだけど、自分グラグラグラって巻きたいんですよね。なんか。やっぱ雑なんでしょうね、人間性が。うん。繊細な釣りができないんでしょうね。もうグラ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 って巻きたい。毎回マグロ釣ってる感じでやりたい。マグロの一本釣りって。あるでしょ？高知県の行って。マグロドーングラグラグラって巻くっていう。その強いの求めてるの。うん。で、結構繊細な細くて柔らかい竿だと折れちゃうんじゃないかなっていう。そういう、ガーン合わせるから。自分合わせ方も、自分ね、顔出しとか体はあんま映さないから、自分の合わせるとき、本当にバイト来た瞬間に合わせてるときの映像を見、あんまり見たことないと思うんですよ。ものすごい合わせてるから。うん。後ろに倒れるぐらい合わせてるから、ガレーって。こんなちっちゃい小バスがバイトがあっても、で、化け物かもしんないからね、相手は。もう、ガーン来る、合わせるわけ。もう、ぐらーっと。
ものすごいオーバーアクションで、うん、だから時折このチビバスがビャーン飛び出してくるレベル、そのぐらいやっぱハードにね化け物釣ってる、いつでも化け物が釣ったっていうぐらいハードな扱いでやりたいんで、あととんでもない化け物が来てもまあこの竿でやったらまあやり合えるんじゃないかなと、まあわかんないけどね、ちょっと買ったばっかりで使ってないし、うん、いいねエクスプライド、これマジですごいわ、うおー新品いいね、俺もずっと中古ばっか買ってさ、中古の竿あるけどさ新品いいねこれ、俺新品とかにこだわらないけど、いや新品でないと嫌だとかこだわりないけど、いざ買ってみたらいいね、愛着のある一本ね、しかも結構いい値段します、2万弱ぐらいかなする、こんな感じですね、171H2、この辺のことあんまりよくわかんないんだけど、7分の16、4分の1オンス、メイドインチャイナ、結局俺大は小を兼ねると思うんですよこういうの、間違ってたらみんな突っ込んでいいよ、あの大は小を兼ねるでさ、靴でもそうでしょ、でっかい靴だったら、まあ、大は小を兼ねちゃうわけ結局は、だからオーバースペック、うん、あの重いルアーも投げたいわけ、これ重いルアー投げれるよね、無理なのかな、あんまりちょっとよくわかんないんだけど、あ投げるよ、 WT12 から 36g って書いてある、これ 36g っつったら相当重いからね、これ 12g から 36g ってことかな、これ見える、ごめんね、あのラインが12から30ボルトで、ここのルアーが WT っていうの重さかな、 12g から 36g っていうことだから、5グラムとかでは投げれないっていう解釈でいいのかな、基本的にはメーカーさんから言わせると、あの5グラムとか2グラムのやつはあんま投げれないよって言うかもしんないけど、いや別に投げれんじゃないのかなと思う俺は、うん違うかな、間違ったら間違ってみんな突っ込んでいいよ、別に俺いけるんじゃないかと思う多少、うんだけど36グラムぐらいの重いルアーでも投げれるっていう竿だから、どんなルアーが来ても投げれる、ほとんどね、さすがに、いやほんとね俺ね、これねグラムだけで言うとさ、え10グラム軽いなっていう、釣りしたことない人から言うと、え20グラムとか言うけど、もう20グラムなんかかなり重いからね、うん、10グラムが俺好きかな、ルアーの重さで言うと10グラムぐらいが一番なんか飛距離も出るしいいなって思う、重みはね、でこれは12グラムから36グラムだから、もちろん10グラムのやつでも俺多分投げれると思う、許容範囲に入ってる、大は小兼ねてると思ってる、まあ使ってみてからまたうんちく言いますね。いいか、俺ね今回の動画ね5分にしようと思ったの、できないわ、とてもじゃないけど、これマジでね3時間ぐらいの動画にしてもいい、このまんま、どんだけ長いんですか高橋さんいつもって、もう視聴者飽き飽きしてますよっていうね、そういう声もかなりいただいてます、はい、動画長すぎですよっていう、でもねこれ長くしないとしょうがないよね、これこれで5分で終われって言われたってさ、俺もうほんとあれだから、多分あの校長先生になったらね、もういたでしょ皆さん小学校の頃校長先生がどうでもいい話延々続くっていう、朝に早朝にね異常に長いどうでもいい話長い話するっていう、俺そのタイプだから、どうでもいい話もガンガン喋って、もうみんながちょっとねもう高橋さん長いよって話長いよって言われてると思うけど、今回の動画もういいや、もう5分にしようと思ったけどできないわさすがに、もう2015年も終わるしね、もうそろそろ12月の何日今日、まあ12月何日なんだけども、日にちごめんよくわかんないんだけど、もうすぐ終わるんだか、2015年終わるんでしょ、だったらさやっぱり自分の思いをやっぱり後世の子供たちにやっぱ伝えていかないとダメでしょ、で俺今回も動画長くするわ、もう5分で終わろうと思ったんだよ、これクリクリってやってクリクリって、はいこれ買いましたっつって、はいよかったよみたいな感じね、もう自然体でいくわ俺、嘘言えないし、自分に嘘を言うの嫌だし、長め長めでいくわこれ、じゃあちょっと糸巻いていく、その前にちょっと装着するか、エクスプライト、俺ねベイトリールっていうのは
なんだろうな、25年前かな、25、6年前にやってたんですよ、これ。ベイトリール。だから自信はあるの、キャスティングの。うん。結構俺下手くそだと思われてると思うんだけど、俺かなりうまいと思ってる。それはまだこれ、買って間がないから、はじめはちょっと下手くそだと思う。すぐうまくなると思う、これ。うん。自信あるよ。だってキャスティングの神さんって書いてたからね。めちゃめちゃすごく、なんだろう、どこでもキャストするタイプ。ガーンと恐れずに。うまいよ、俺、キャスティング、マジで。あれ？これ、合わない？え、ちょっと待って、嘘。あれ？あ、合うわ、合うわ、ごめん。こっちのくぼみを移動させよかった。これで、なんか、これとこれは、くっつけることできませんって言われたら、もう、発狂だよね。よし。やっぱいいね。エクスプライドいいわ。ガチッと。うわぁ、やっぱりちょっと違うね。しかもこの硬いのが好き。強度がどのぐらいあるかわかんないけど、そのネット情報によると、過剰オーバーって書いてあったから、過剰スペックなぐらいだよって書いてあったから、多分強いと思うんだよ、この竿。で、メタニウムメタ、うちのメタで、これで持って、ガチャーン投げちゃったら、キーン言っちゃうわけでしょ。マイキャスト、マイキャストがそのレーザービームみたいなさ、そんな感じになってくよね。あと俺、これのことよくわかってないの。これ何？ゴミ？これ。何？これ何使うの？で、これはなんか潤滑油、調整するの。ちょっと勉強しなきゃいけないな。でもこんなんで、鳴るのかな？キュイーンって。なんかこの辺にブレーキセッティングがあるんだよね。多分。あ、AH とかなんかいろいろあるけど。この辺ブレーキセッティングかな。ちょっと勉強するわ、これマジでね。はい。じゃあちょっとこれ、このうんちく見てみる？もうちょっと拡大する？エクスプライドいい？ちょっと拡大しよう。これなら読めるかな？猫ちゃんのおけけが邪魔です。エクスプライド 171H2。カバーを大胆に攻め、強烈なフッキングで一気にバスを引きずり出す。うん。パンチングかな？そんなエキサイティングなパワーゲームを実現する 171H2。ブランクス全身にハイパワー X を搭載し、硬さではなく強さを備え、高負荷時でもアングラの負担を軽減するアクションを実現。 7FT を超えるロングレングスでありながら 6FT 台の操作性を誇り、アングラの意図通りのアクション操作を実現します。1オンスクラスのハードベイトを扱えるパワーとラバージュグやテキサスリグを繊細に操る操作性を両立。パワーゲームでデカバスを追い求めるアングラに捧げるパワーロッドです。俺にぴったりじゃん、やっぱりね。糸はこれね、シーガーのフロロリミテッド、これ買いました、うん。ちょっと俺糸のこともよく分かってないんだけど、これ巻いちゃえばいいのかな ?100m。ごめん、これちょっと糸の巻き方よう分からんわ。ここからどうしたらいいのかな、多分ここだよね。あんで、ここで、ここでくくりつけてあと巻いちゃえばいいんだよね、多分。スピニングと変わんないよね。やったことないんだけど。まあいいや。あれ、どうやってやるのこれ。ちょっとよくわかんないけど、まあ、適当にやってみます。こういうのが良くないんだけどね、説明書をまずにやるっていうのが。まあ、こうあったらセランテープで、こう固定しちゃえばいいでしょ。そしたら巻けるでしょ。映ってる？ここに今セロハンテープつけたから、これで巻けるでしょ。こうやって。うわ、でも滑らかだな。うわ。ちょっとごめん、真似しないでね、これ。ど素人が適当にやってるから。正しい巻き方とかあると思うから。間違ってるような気がする。これで、基本的に俺いつもスピニングの時とか、ここ巻く時に、たるんで巻いたらたるむから、こう指で押さえてね、糸こうやって。そこのリングのことをして。で、張った状態で、こうやって巻いていけば、きちんと、巻けるでしょう。じゃあ巻いていきますよ。これここで、こういう感じでいいんだろうね。ギリギリギリ巻いちゃえばいいんだよね。でもめちゃめちゃ滑らかよ。滑らか。ちょっと今夜中なんだけど、ちょっと野池に、近所の野池に投げに行こうかな。クイーンつって。ビーンみたいな。めちゃめちゃ滑らか。こんなんでいいの？こんな感じでよ。巻いてたら。はい。だいぶ巻いたんだけど、みんなちょっと疑問なんだけど。巻きすぎかな、これ。どうなんだろう。このぐらいでいいのかな。ちょっ
と巻きすぎてグリーンってバックラッシュとか嫌だよね。巻きすぎるんだ。どう、あー何これゴミ拾って、もう部屋のゴミ拾ってきてる。あーこのゴミ巻いたらもう、はい、とりあえず4号 100m 全部巻いてみました。こんな感じ、これでいいのかな、うん、これでいいかな。ちょっと後でちょっと勉強してね、じゃあ今後このメタニウム DC もね、であのレーザービームみたいな感じで投げてクイーンクイーン言わしてくんだよね、これでね、クイーンクイーンクイーンでレーザービームみたいな。はい、ということで、今年ねもうあんまり釣り行けないんですよね、年末で、12月もうちょっと今年はもう釣り動画は出せないかな、出せたら行けたら出しますけど多分行けないと思うんで、で年末年始ねちょっと休みをもらおうかなと思いまして、1週間ぐらい動画アップをやめるかもしれないと言いつつ、嬉しそうにシコシコ動画作って出すかもしれない、予約でね、わかんない、ちょっとわかんないけど、もしかしたら休むかもしれないです。はい、1週間ぐらい動画投稿お休みするかもしれないですね、年末年始ね。ということで、今回はメタニウム DC を買ってエクスプライドに装着してみた。はい、でまたこれで実調ね、うん、やっていきたいなと思います。化け物バスね、これでね。ありがとう、またお会いしましょう。うわ、いきなり自宅でバックラッシュしたんだけど、ここ何これ、自宅でバックラッシュじゃないこれ、こういうのバックラッシュっていうの、うざ、今勝手にここのボタンポコッと押したらいきなりクリクリってなったんだけど、これバックラッシュっていうの、うわ治るのかなこれ、ゆっくり引いてが治るよね多分、鬱陶しい、最悪、うわーもう治るのこれ。はい、皆さんどうもね、15mDC、私ねこのベイトリール投げるの、本格的に投げるのはもう24年ぶりかな、うん、っていう形で使い方とかねもう忘れちゃってる部分あるんですけども、これ購入した先日のね15mDC エクスプライドと最高級のセットね、じゃあやっていこうと思います。はい、何投げるかって今日はこれにしましょう、先日購入したチャンクのねこのインサートプレートスーパーシャローランナーってね、これをちょっとつけていきます。はい、ではね一緒に結び方講座もやっていきますよ。糸の結び方ね、まあいろんな結び方ありますけども、私の場合はここにパッと糸を通す、いただいて、はい、このように糸を通しまして、簡単ですね結びっていうのは、このように引っ張ります。そしてここにこう糸を持って、ここを1回2回3回4回とこのままキュッと締めます。この時5回6回7回8回9回と巻けば巻くほど強度が弱ります。そして糸をこのようにしますね、少し唾とかで水分で湿らせた方がいいでしょうね。湿らしといてグッと持ってここを巻いといてギュッギュッ、あ切れた、ごめんごめん、失敗失敗、やり直します、はい、今の失敗ですよ、失敗作ですね。はい、1回糸を通します。はい、今のは失敗ですね、すり抜けてしまいました。こうしますね、ここで糸をこのようにしまして、1回2回3回とで、この中に通してあげるだけですね。今さっきのようにクッて滑ってしまったと、あれは失敗ですね、うん、糸もこれちょっと4号使ってるもんですから、太めの糸使ってるのがゆっくり、今のはギュッと締めすぎましたね、ゆっくりじわーっとじわーっとね、見えました、じわーっとゆっくり締める、じわーっと、そしてここにコブができてますから、グッとできたなと思ったら糸を巻いてギュッギュッ、はい、これで大丈夫ですね。はい、じゃあ投げていきます。はい、でこれですね、15メタニウム DC ですけども、構造は簡単ですね、このようにくるっと巻いていきます。はい、で右手で持ちますね、はい、このようにしまして、右手でグッとこのボタンを押すと、そしたらここはねスーッといくわけですよ、糸が出る状態、うん、ですからこのように巻いといてクッと糸を出してあげて、はい、ブレーキ設定はまあいろいろ調整してください。
でこのまま押さえといて、これを投げた時にこの指を親指をスッと離してあげる。そうすると今スルスルと糸出ますからね、スルスルスルとこのようにね。はい、じゃあ投げていきます。はい、このようにしましたら親指で軽く押さえてあげる。そしてスプール、糸を弱指でやる。はい、24年ぶりのねベイトリル1投目いきますよ。聞きました。はい、こういうのをバックラッシュと言いますね。はい、案の定今二十何年ぶりに投げたので、投げた後に親指を離して糸がビューンと出てる、スプールが回転している、指で持っといて着水すると同時に指で糸をスッと押さえてあげなきゃいけない。ただ二十何年ぶりということで私の感覚が鈍っておりまして、このような状況になったと。はい、もう一回挑戦しましょう。かなりうざいんだけどこれ一投目からこれないだろう、鬱陶しいわ。はい、ようやく治りましたね。まあいいですよ、バックラッシュしても直せばいいだけですからね。巻いていきます。でもさっきの見た音、キュイーンって言ったよね。あれはいい音だな、何者にも変えがたい、最高だね。はい、じゃあもう一回いきますよ。あのね、釣りっていうのはね、根がかりしようが失敗しようが恐れない。シュ、はい、指で止めてあげると、そうするとバックラッシュがあまりせずにうまくいくと。音がいいですね。はい、投げた時に冷静に巻く、ジャーキング、そしてスローに巻いてくる、あとは釣れるだけで。今4号の糸使ってるんですけど、やっぱりこういうね、太めの糸を皆さんも使った方がいいと思いますよ。まあ太い糸嫌だっていう人も多いけど、やっぱり太ければルアーもロストしづらいしね、で環境も優しいと。でもう1号でも見切られるとき見切られるんでね、自分は結構、そして巻くときにスピーディーに巻いてきますから、バスが口を使うように、そうすれば全く問題ないですからね。こんな感じで、はい、ちょっと対岸にね釣り人が何名かいるんで、カメラをこの以上上の角度にするとその方が映っちゃうんでね、ちょっとこの角度でやってきます。不思議そうな目でね私のを見てますね、変な人がいるとね。はい、じゃあ投げますよ。軽いバックラッシュですね。はい、ただ自分が思ってるのは、これがね1号の糸で、いや2号ぐらいだとバックラッシュして治りにくいっていうのがあるんですよね。ルナだとあれ、こういうね4号の糸使ってるとバックラッシュも直しやすいと思うんですよね。あれあれ、鬱陶しい、まだ絡んでる。はい、ということでね、ちょっと偉そうに言って申し訳ないです。二十何年ぶりにベイトリール扱ってるんで、まあ初めはこんなもんでしょう。で慣れてきたらね、もうバンバンビシビシね、最高のキャスト決めてきますんで、キャスティングだけはね自分すごい自信あるんで、まあちょっとずつ、まあ失敗は成功のもとでねやっていこうと思います。でもこれほんと気持ちいいわ、投げた時のピーンって音がね、ほんと鬱陶しい、まだ絡んでる。はい、ということでね、ちょっと偉そうに言って申し訳ないです。二十何年ぶりにベイトリール扱ってるんで、まあ初めはこんなもんでしょう。で慣れてきたらね、もうバンバンビシビシね、最高のキャスト決めてきますんで、キャスティングだけはね自分すごい自信あるんで、まあちょっとずつ、まあ失敗は成功のもとでね。今ようやく分かったね、 K さんの言ってる意味が、釣れなくても楽しい、うん、もうこの所有感ね、これ持ってるぞっていう。で投げた時のキーンって音ね、もう投げてるだけで気持ちいいわこれ、うん、これはいいリールだ。ちょっとね釣り人が多くてね、向こう行けなくて、このポイントだとちょっと足場が悪くて、そこドブなんだよ足元で、ちょっと投げづらいんですけど、撮影もしづらいんですけど、もう一回行きますね。スプール、ここですね、こうありましたらここを持って、持ち方はね何でもいいと思います。はい、これは人によって手の大きさとか指の長さみんなそれぞれなんで、自分が持ちやすいように持てばそれで OK だと私は思ってますね。はい、でこれ持ちまして、ここの部分をカチッと押さえてあげる。押さえてあげるとここも糸、手離す糸が落ちてきますね、あれがね、うん、でまあブレーキ設定をちょっとね軽くして、ブレーキをグッとね強くしたり弱くしたり調整できますからね、調整しつつスッと
この辺ですね、はい、じゃあもう一頭下行きましょう。ここのスプールを皆さんいいですか、軽く指で押さえて、そして指で押さえといて、そして振りかぶってしなりで投げる。いいですね、こんな感じです、イメージは。はい、皆さんさっきからねめちゃめちゃ投げるためにバックラッシュしてます。まあこんなもんでしょう、初めてというかもう二十何年ほぼ初めてなんでね、もう一回いきます。練習ですよ、何事も。失敗は成功のもとでね、はい、バックラッシュしませんでした。ただ飛距離が出ない、これ何回も何回もやって体で、あ、こういう感じでやればいいんだってね、覚えておいてください皆様ね。皆さんこのね 15m のいいところは、今投げといてこの巻くときね、この音いいですよね、高級感があっていいリールですよ。はい、投げるたびにバックラッシュまたしました。これ分かった、これ4号糸で、でこれチャンクが 5g ぐらいなんだよね、合ってないんだこれ。ちょっと重いやつ、なんか全然飛ばないなと思って、飛距離が全然出ないなと思ったら、これもっと重いのにしなきゃいけないのかな。ちょっとルアー変えよう、このチャンクのね 5g ぐらいじゃちょっとなんか飛距離が全然出ない。うん、ちょっと10グラムぐらいのか、15グラムのなんか変えよう。はい、じゃあバイブレーションに変えましたね。これはいけるでしょう。いくよ。押しといて。おー。ギュー。ナイスですね。ちょっと飛距離がまだ出ないな。ちょっと練習だな。はい、さっきからなんかね、今何回か投げて全然飛ばないなと思ったら、原因はここですね。ここを右にこう回すと、奥に回すとドラグが締まると、手前に回すと緩むと、これをもっと緩ませなきゃいけない、出ないと出ないと。でこれをスプールをカチッと押して、これがスッと出る状態ね。ここのこのように調整して押して、指を離すと糸が出ます。このようにこの調整加減ですね。じゃあ行ってみましょう。やっぱめったくちゃ飛んだ。気持ちいい。気持ちいいぐらい飛んだ、マジで。やばいな、飛距離。カットイルアーですからね、通称メタニウム。15メーターはね、めちゃめちゃ飛距離が出る。今もうめちゃくちゃ飛んだよ。ちょっと言葉で言い表せないぐらい。で冬はねバイブレーションでやっぱりガーンってやってきますよね、はい、またバックラッシュした。でも4号の糸いいわ、あのバックラッシュしても簡単に治る、まあ、この15メタニウムがいいのか分かんないけど、なんか本当にすぐ治る感じ。ちょっと手でやちょっとやれば、昔ね本当二十何年前やってた頃は一回バックラッシュするともううわーって感じになってた記憶があったんだけど、あれ引っかかっとる木にうざ。ちゅうことでね、今100頭ぐらいしました、だいぶ慣れましたね。やっぱりあの机上の理論じゃなくて現場に出て、キャスティングしていくと、これでやっぱキャストの技術がね上がってくるんですよね、はい、じゃあラスト1頭だけして、邪魔になっちゃうんでね、他の釣り人多いんで、自分のキャストめちゃめちゃ飛距離出ちゃうんで対岸まで届いちゃう可能性が高いんで、もうそろそろラスト1頭して帰ろうと思います。だいぶ慣れましたよ、めちゃめちゃ飛んでる。でバックラッシュもしなくなった、すぐですね、はい、これはねベイトリール簡単に覚えれますから、皆さんもぜひねやってみてください。またお会いしましょう。